チームです。今日も集まりやっていきます。今日は夢訪問です。今日お邪魔しているのはそらこさんのノースタリア島です。今日はなぜこちらにお邪魔しているかというと、こちらの島なんと RPG っぽい世界観でしまくり、そしてお家の中を作っているということで、いや RPG 大好き人物としてはね、絶対に行きたいなと思ったのでお声掛けさせていただきました。早速ね、後ろに島主さんがうろうろしているのが見えるんだけれど、探検していきたいと思います。まず飛行場前です。飛行場前からね、がっつり3段のね段差が作られているんですけれど、いやすごくない？すごく緑々しいんだけど、一本一本の木や低木の配置、そして生垣や丸太の杭の組み合わせが最高ですね。うおー、島主さんお邪魔します。シオンさん、俺たちタリア盗賊団。ノースタリアってもしかしてテイルズで、そのノースタリアの盗賊団って意味かな？え、なんか平和な島に見えたけど、実は危険が詰まってるかな。まあ、RPG に危険はつきものだもんね。心して進んでいこうと思います。まず案内所まで向かってみようかな。うわー、なんかさ、まっすぐな道なんだけど、本当に一本一本の木の配置が最高じゃない？そして案内所前にたどり着くと、おー、案内所前はこんな感じです。いや、すごくね、整備された道なんだけれど、このごちゃっと感ですよ。うおー。ここにね、化石が置いてあるところとか、探検感が出てますね。あと、麦わらのベッドとかも、ひっそり潜ませて、ごちゃっと感が出ています。そしたら、そのまま右に進んでいきましょう。地図を見るとね、本当に結構道なりがまっすぐなんだけど、ここを歩いた時の風景に注目ですね。ここは、蜂蜜クッキー売り場かな。があったりとか、お家の看板が立っています。わあ、すごい。ここはちょっと果樹園っぽくなりましたね。果物の木が美しく生えています。あ、そして1軒目のお家が、こちらは宿かな。 INN って書いてあります。こう、島主さんが多いいっぱいいる。じゃあ宿に入ってみようかなと思います。お、素朴な感じでいいぞ。うわあ、めちゃめちゃ落ち着きのある宿です。BGM も素敵。なんだろうこの曲。家具が茶色でまとめられていて、木のぬくもりも感じられる素敵な宿になっていますね。ここで名前を書いて、次。うわお、宿の奥にはおしゃれなバーがあります。かっこええ。まとまってますね、小さいスペースで。左には雑貨屋さんが、なんか何でも売ってるね。うわー、右にはなんと RPG には欠かせない防具屋さんがありますね。アーマーって書いてある。そう、スナコさんはこういったウェポン、アーマーといった看板は全て自作されていて、いやー、おしゃれですね。めっちゃ冒険してる感が出るので、ここで初期装備を整えていきたいと思います。お、2階には宿屋らしく寝る場所が2部屋ありますね。本棚を使って部屋を仕切っているところが素敵です。いやー、いい寝室だ。宿で装備を整えて先に進んでいきましょう。あ、このフォーチュークッキーワゴンを裏にして配置して、しましまの傘の部分だけを活用しているところが素敵ですね。このアイディアナイス。そして、お、ここはラムネちゃんのお家周りですね。お家の後ろに小さい川が通っているところがいいね。ザ・自然って感じ。ここはビレッジということで、こう最初の街的な冒険でね、最初に訪れる街的な、で住民さんが住んでる的な感じ。ここはチャスくんかな。チャスくん家のお家周りには赤いチューリップがアクセントになっていたりとか、サクランボもね、同じ赤でアクセントとして置いてありますね。さらに右に進むと、お、カフェって書いてある。ミカッチちゃんのお家ですね。ここは猫さんの街なのかな？猫街感があります。ミカッチちゃんのお家の外観めっちゃピンクで可愛いね。そのピンクに合わせたアンスリウムや桃の木が植わってますね。ちょっと手前に入ると、お、小さなキャンプ地があります。
おお、なんかさ、家具さ、そこまで置いてないのに、なんだろう、この溢れ出る大自然感は。一つ一つの家具配置がうまいからかな。いや、めっちゃ好き。なんか、ほんとにぎやか。住民さんが多いせいで、ほんとにぎやか。パシャ。え、ブーケちゃん、過ごしやすいね、この島。初めて会うよね。ノースタリア島へようこそ。夢のようなひとときを過ごしていってね、チェキ。シマメロ、あれだよね。なんだっけ。シマメロマリオだっけ、これ。めっちゃ聞いたことある曲だった。そして、すごい特徴的な見た目の島主さん。美味しいパン焼けてるよ。え、パン屋さんやってるのかな、こちらの方。あ、そしてみかん農園が、おお、オレンジのチューリップとオレンジの木を植えた、すごくシンプルなみかん農園なんだけれど、綺麗、綺麗だな。いや、シンプルでもおしゃれは作れるんだな。ラムネちゃん家の手前側にも入れたんだけど、こちらはリンゴ農園になってますね。赤のチューリップとリンゴの木が植わってます。あ、そしてここは、ここの家の外観は、ハムスケー。いや、かわいい。ハムスケのお家って結構素朴な感じだよね。それに合わせたシンプルなカボチャ畑が置いてあります。このレンガのマイデザイン、もしかしてジムもサブ島でお借りしてるやつと一緒かもしれない。おお、参考になる。猫さんたちの村の後ろには、キャンプ場があります。あ、そして見て。あ、やばい。これは、うおー。大きな大きな湖がありました。針葉樹をメインに囲まれている大きな湖で、映え。奥のね、滝もいい感じですね。ばしゃ。お、湖に橋がかかってる。こっから住民さん家の後ろに流れていた川があったんだね。うおー。あ、ノームさんが、あそこに黒いノームさんがちらっと見える敵かな。そして、ここは、というか、獣道がすごく複雑に貼られていて、めちゃめちゃ素敵ですね。カフェの看板が立ってますね。ん？この、たくさんの針葉樹に囲まれたこのお家は、ウィッチーズハウスということで、魔法使いのお家入りましょう。おー。めちゃめちゃ怪しい雰囲気が漂う、お家の内装になっております。ひー。怪しい。このタロットカードとかまさに。うわ。一番奥の部屋は占い室かな。ひー、怖いよ。お、左は魔女の小物屋さん。あれ、なんかもしかしてさ、さっき最初に入った宿の魔法使いバージョンみたいな感じで対照的になってるのかな。配置とか似てるよね。多分、あえてそうしてるんだろうな。おー、すごい。そういう設定大好き。うわ。こっちは怪しい。なんかもしかしていい魔法使いさんかもしれないと思った矢先に。これは、どうだろうか。審議中。お、2階はやはり寝室になってますね。でもやっぱり蜘蛛の巣とか骸骨とかがちょっと怖いです。不気味。続いては森の中にある階段を登っていきましょう。おお、ここにも小さな休憩スペースがあったりとか。っていうか、針葉樹の小さいやつと大きいやつのね、使い分けが本当にうまい。あ、ここもしかして、おー、絶景スポットになってますね。二段の滝と橋の使い方がとても良い。左奥にちらっと住民さんのお家が見えるのも素敵。ぴょんと飛んで、さらに左に進んでいくと、おー、なんかこの崖の隙間気になるぞ。行ってみよう。え、なになに？なんか急に雰囲気が。うおー、すごい。え、ここフェアリービレッジということで、妖精が住んでいる村？次の村にたどり着きました、ジム。え、本当に RPG みたい。外観もさ、白を基調としたうちで、左がジュンくんで右がブーケちゃんかな？めっちゃいい。左に進むと階段が降りれて、さっきのところに行けるのかな？うわー。ここも良い。こう、一段差のある階段が両端にあって、その真ん中にね、まっすぐ橋が通ってますね。うおー、すごい。あ、そしてさ、言い忘れてたんだけど、かだこさんはお洋服のマイデザインも公開してくださっていて、今日のジムが着ているお洋服も、かだこさんが描かれたものです。かわいいエプロンでしょ？そし
じゃあこの橋のど真ん中を通って、お、こっからさっきの妖精の村に行けますね。うわー、スターライトとか月のチアとかがおしゃ、大きな橋も外観に加えている素敵さですね。左側は、お、お、ここはバンダムくんの防具屋さん。うおー、すごい。そしてもしかしてこっちが、おー、武器。防具屋さんと武器屋さんも住民のね、黒い家の住民さんのお家で表現してる。ここめっちゃ良くない？武器にはね、斧もチョイスされていて、良い。左のお家はラッキーくんのお家だね。ラッキーくんが売る武器とかめっちゃ強そう。そして、さらに階段を登っていきましょう。お、まず左。左にもまた黒いお家が。ここがナターシャちゃんのお家かな？カフェになってますね。そしてさらに左は、お、ここはライオネルくんのお家。ライオネルくんなんかラスボス感あるな。こういったね、街にいたキャラクターが実はラスボスだったみたいな設定好きだよ。黒い家の外観とかに合わせて、ハロウィンの柵とか洋風の柵を使って、黒を基調にまとめられてますね。そして、自宅の外観も真っ黒。この外観かっこよくない？めっちゃイケメン。中はカフェということで入っていきましょう。おお、パン屋さん。黒い外観とは裏腹に、中はナチュラルな色でまとめられていた素敵なパン屋さんですね。カフェもできますね。右にはお洋服屋さんが、あ、この壁に飾ってあるのはソラコさんが描かれたマイデザインのはず。おお、いいね。この3気味の机の上に裁縫セット類が置いてあったりとか、小さいコーヒーが置いてあるところもいいね。お、左もちょっと家庭的なカフェスペース。おー、もう一個一個の部屋がめっちゃ作り込まれてる。めっちゃ家の数あるのに。うわー、2階は緑の三気味リメイクを活用したお部屋だ。え、かわいい。緑の三気味額を使ったレイアウト初めて見たかも。ジム、え、こんなにおしゃれになるんだね。うおー、最高です。そしたらその隣にある橋を渡っていこう。なんかすごい、これここはもう割と島の端っこなんだけど、奥側もね全部滝にしてしまうことで、なんかすごい奥行き感のある川ができるんですね。あ、このカメラ角度もジムは好きです。大きな石の橋めっちゃいいね。あの妖精さんの村から見えていた橋ですね。で、そのまま進むと博物館。おお、ここは町に入ったということで、道がアーチタイルの石になっていますね。いや、ほんと家何軒あるんってぐらいあるし、なんか全部でかいんだけど。全部大きくなってる。いや、こちらのお家の外観も素敵ですね。ちょうどジムさ、今お家のリフォームやっていて、お家の外観の組み合わせいろいろ見ていたので、めちゃめちゃ参考になります。あ、右にもお家ある。あ、こっちも似たような外観にしてるのかな？おしゃれじゃない？同じかな？ちょっと違う？うわぁ、左右にさ、同じ家の外観を2軒並べるのめちゃめちゃいいよね。あと、リアル感もある。なんか実際の住宅地って、だいたい似たようなお家が並んでるから、いいよね。そして、めっちゃ水気になるけど、水。今日は我慢します。左は図書館。おぉ、図書館。木製の本棚をたくさん使った図書館になってます。右は図書館カフェ。茶色を基調とした落ち着いたスペースです。お、左は自習スペースだ。図書館にこういうさ、勉強するスペースあるよね。おー、それも再現されております。おわ、2階も図書館。ていうか、この木製の本棚って作るの結構さ、本が必要で大変なんだけど、もう惜しまずめちゃめちゃたくさん作っていますね。さすがでございます。こんだけね、たくさん家があるのに、衝撃的事実なんだけど、空子さん、こちらサブ島です。サブ島なので、メイン島がもう一つあって、そちらはジブリをね再現した島ということで、ぜひ気になる方はね、そちらも覗いてみてください。ジンマも覗きました。いや、そっちも動画にしたいぐらい最高だったんですけれど、いや、今日はサブ島をね、夢番地公開されたということでお邪魔しております。そして大きな噴水スペースも、後ろのサイロと組み合わせておしゃれに彩られてます。図書館の右のお家入るの忘れてた。
ここオークションスペースということで、うわ、これが売られてるのか。ジムちょっと芸術作品あんま詳しくないんだけど、これいくらくらいするんだろうね。奥の部屋怖い、闇深かった。今からオークションに並ぶ者たちがひっそりとしまわれてます。いや、こういうのも RPG 感あるね。おお、右側はアーマーが売ってる。え、ていうかこのゴールデンアーマーとかさ、ゴールデンアーマーの服とか全然使ってる人見たことないけど、こういう RPG のね、島ならではの配置ですね。良いこれ。お、左はオークションに参加する人たちがお休むカフェかな。大人な感じです。2階はまさにオークション部屋だった。たくさんのね、お客さんが座って、ジムが被っているこの帽子、さあいくらで売られるか。1万円か、売ります。1万円だけ。噴水広場からさらに右に進むと、え、なんか白いお花がたくさんのお家があります。ここは教会ということで、すごいなんか羽が生えたお家みたいに見える。こうお家の後ろにあれだね、ウェディングのオルガンが置いてあるから、こう大きく見えるんだね。すごいこれ。おー、ザ教会という感じで、まっすぐ入っていっちゃおうかな。てかこの羽の彫刻めっちゃ集めてる、すごい。おー、誓いますか。誓います。この三気味のさ、暖炉を後ろにして使うのすごいいいね。お、右は新郎新婦が待ってるところかな。お、2階にも待合室が。 RPG で言うと教会は割とセーブ地点みたいなイメージがあるよね。教会の手前に出ると森。この教会いいね。階段を使って都会エリアと自然エリアをつなげています。でもちょっとした彫刻も置くことで都会とのつなぎをイメージさせられますね。そしてぴょん。で、こっから階段を降りると、さっき見ていた湖の方に出るのかな。おー、先ほどの分岐点に戻ってきて、今度は左の橋を登っていきましょう。お、ここにはたぬき商店が。おー、アイテムショップ。たぬき商店、この島だと競合が多くて大変だね。たくさん素敵なお店があったので、何を売るかで勝ち負けが決まりますよ、商売の。頑張れ。で、階段を降りるとエイブルシスターズ。おー、エイブルの周りには園芸ワゴンとかお洋服が飾られております。なんかイケてる島なしさん。村で休むといいよ。あのホテルの受付の方かな。休みました。エイブルからさらに手前に進んでいくと、お、ここにもサンギビを使った、あ、これいいな。緑のしましまにリメイクした屋台の上に、サンギビのテーブルセットを緑にリメイクして置くのめっちゃいい。横の梨の木もすごくおしゃれだね。そして、飛行場に戻ってくると、いや、最高の RPG の冒険をしました。はい、いかがでしたでしょうか。シンプルな家具配置で見せる自然の中の冒険を、ソラコさんのノースタリア島で楽しみました。ソラコさんの夢番地はこちらです。概要欄の方にソラコさんのメイン島の方の夢番地も載せておくので、よかったらどちらもチェックしてみてください。ソラコさん、本当に素敵な島の開放ありがとうございます。最後にチャンネル登録、評価、コメントもぜひよろしくお願いします。それではジンムでした。バイバイ。